ハロー、いちご豆腐です。それではファイナルファンタジー7続きからやっていきます。前回から引き続き、クラウドの過去、クラウドの故郷のニブルヘイムで起こったことをプレイしながら見ていってる感じです。セフィロスのお母さんがジェノバっていうみたいなんですけど、なんか今セフィロスがもしかしたら北条に作られた人工的な存在、魔法エネルギーを浴びさせた存在なんじゃないかっていう疑惑が出ております。で、それを知ったセフィロスはちょっと自暴自棄みたいになっちゃったみたい。こっちはいけないの？で、ここは村の屋敷の地下なんだけど、骸骨とかがあってすごい怪しい。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。お母さんって生物だったの？ X 年 X 月 X 日ジェノバを古代種と確認。はぁ、X 年 X 月 X 日ジェノバプロジェクト承認、マコール1号機使用許可。お母さんはジェノバなんだよね。俺の母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト。これは偶然なのか？ガスト博士、どうして何も教えてくれなかった？どうして死んだ？なんかセフィロスかわいそう。セフィロス、モンスターだったとしたらどうなっちゃうんだろう。一人にしてくれ。奥に行っていい？なんか資料とかないのかな。じゃあお母さんじゃないのかな。結局どういうことだろう。ジェノバプロジェクトの概要が分かんないとセフィロスがどうやって生まれてきたかも分かんないよね。やっぱり実験動物だったのかな。もうこれできること終わり？あ、それ以降セフィロスは死んだ屋敷にこもりきりになった。まるで何かに取り憑かれたかのように書物を読み漁り、地下室の明かりは決して消えることはなかった。何この音楽。セフィロスが答えにたどり着いて何かしでかすのかな。この金庫意味深だな。セフィロスのところに行ってみようか。セフィロスのところに行く前に一回村の人たちの様子でも見に行こうかな。待って、怪しい。ちょっと待って、先にセフィロスのとこ見に行くか。こんにちは。セフィロスさんの様子が変なんだ。あ、どっちが先だっただろう。セフィロス先だったかな。外が先だったかな。まあいっか。セフィロスのことも気になるし、クックックは進む。これ話が、誰だ。ふっ、裏切り者め。え、どうして？裏切り者？何も知らぬ裏切り者よ、教えてやろう。この星はもともとセトラのものだった。
セトラは旅をする民族。旅をして星を開き、そしてまた旅。辛く厳しい旅の果てに約束の地を知り、至上の幸福を見つける。だが、旅を嫌う者たちが現れた。その者は旅することをやめ、家を持ち、安楽な生活を選んだ。セトラと星が生み出したものを奪い、何も返そうとしない。それがお前たちの祖先だ。セフィロス、じゃあみんな一応古代種の血はついてるってこと？昔この星を災害が襲った。お前たちの祖先は逃げ回り、隠れたおかげで生き延びた。星の危機はセトラの犠牲で回避された。その後でのうのうと数を増やしたのがお前たちだ。セトラはこうしてレポートの中に残るだけの種族になってしまった。それがあんたとどういう関係があるんだ？わからないか？2000年前の地層から発見され、ジェノバと名付けられた古代種。そしてジェノバプロジェクト。ジェノバプロジェクトとは、古代種、つまりセトラの能力を持った人間を作り出すことだ。ってことは、セフィロスとエアリスのお母さんが作られた人間ってこと？セトラは人間じゃないの？もしかして。地層から見つかるって言ってたから、なんか人間じゃないかもね。作り出されたのは俺だ。作り出された？そう、ジェノバプロジェクトの責任者、天才的科学者ガスト博士が俺を作り出した。そんなことどうやって？セフィロス、どうやって作ったの？邪魔するな。俺は母に会いに行く。どうやって作ったの？赤ちゃんの状態で魔法エネルギーをいっぱい当てたってこと？でもそれだと北条がこのニブルヘイムのマコロでやってたことと同じだな。なんか別の方法かな。それともなんかコツがあってガスト博士は同じやり方でうまくやったってこと？燃えてる。お、あんたか。あんたは正気なんだろうな。それならこっちに来て手伝ってくれ。進路編まで倒れてる。俺はこの家を見てくる。あんたはそっちの家を。なあ、俺死んじゃうの？セフィロス。もう行っても遅いみたいな。ひどい。セフィロス、ひどすぎる。八つ当たりじゃん。死んでる。あ、何してんの？切れやすい現代人みたいな。なんか八つ当たりじゃん。北条に当たりなよ。あ、北条じゃないか。ガスト・ファリミスが作ったのか。神羅に当たりなよ。なんでこの町の人に当たるの？あ、それでここに繋がるんだ。ティファパパでもなんでここに来てたんだろう。ここは一般人立ち入り禁止だよ、パパ。
セフィロスね。セフィロスがやったのね。セフィロス、ソルジャー、魔法らしいんだ、全部。全部大嫌い。死んじゃった。母さん、会いに来たよ。この扉を開けておくれ。いや、普通に会いに来ればいいのに殺す必要あった？よくもパパを、よくも村のみんなを。やばい！ティファ、でも生きてる、今生きてるってこと、生きてるんだよね。ピンチの時には来てくれるって約束したのに。ごめん。ごめん。でも喋れるってことはまだ助かるってこと？ジェノバ、母さん、一緒にこの年、この星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだよ。約束の地へ行こう。セフィロス、俺の家族を、俺の故郷をよくもやってくれたな。クックック、母さん、また奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識、そして魔法でこの星の支配者になるはずだったけど、あいつらが、何の取り柄もないあいつらが、母さんたちからこの星を奪ったんだよね。でも、もう悲しまないで。これ、ジェノバ？え？え？機械？この中にジェノバがいるの？あ、あ、でも首ある。俺の悲しみはどうしてくれる？家族、友達、故郷を奪われた俺の悲しみはあんたの悲しみと同じだ。同じではないんじゃない？クックック、俺の悲しみ？何を悲しむ？俺は選ばれし者、この星の支配者として選ばれし存在だ。レベル50だからやめた方がいいんじゃない？喧嘩を売らずに、ちょっと謝った方が。この星を愚かなお前たちカラセトラの手に取り戻すために生を受けた。何を悲しめというのだ？セフィロス、信頼していたのに。いや、お前はもう俺の知っているセフィロスじゃない。え、どうなるの？普通に戦ったら生き残れないよね。この話はここで終わりなんだ。ちょっと待てよ、続きはどうなったんだ？覚えていない。セフィロスはどうなったの？実力から言って俺がセフィロスを倒せたとは思えないんだ。公式記録ではセフィロスは死んだことになっていたわ。新聞で見たもの。新聞は進路が出してるのよ。信用できない。俺は確かめたい、あの時何があったのかを。セフィロスに戦いを挑んだ俺はまだ生きている。セフィロスはなぜ俺を殺さなかったのか。
私も生きているわ。変だよね。なんだかいろいろ変。ねえ、ジェノバは進路ビルにいたのはジェノバよね。進路がニベルヘイムからミッドガルへ運んだのは確実だな。その後また誰かが持ち出した？進路ビルからもなくなってたわよ。進路ビルから持ち出したのは多分セフィロスだろうと思うんだけど。なんでティファとクラウド生きてんだ？セフィロス？が、わけがわかんねえ。俺は行くぜ、俺は行くぜ、俺は行くぜ。考えるのはお前たちに任せた。どこに行くの？おい、クラウド、出発の準備を整えろ。ちょっと待って。クラウド、何をためらう？セフィロスが約束の地に向かうのを黙って見ているのか？セフィロスも進路も約束の地には行かせねえ。行かせちまったら取り返しのつかねえことになる。でも約束の地さ、この星にあるとは限んないよね。なんか星を移動してるみたいなこと言ってなかったっけ、セトラは。多分。俺にわかるのはそれだけだぜ。素晴らしい。煽ってるな。それだけか？やれやれ。いいじゃねえかよ。それで十分だぜ。やれやれ。てんてんてん。ねえ、クラウド。セフィロスに切られた私はどんな風だった？切られた跡あるの？もうダメだと思った。悲しかったよ。え、切られてない？ティファもしかして。私、古代種、セトラ、ジェノバ、セフィロス、私。セフィロスの妹？エアリスは。行きましょう。バレットが待っているわ。実に興味深い話だ。おい、クラウド、これを渡しておくぜ。 PHS。 え？パーティーの入れ替え。メニューを開いて PHS を選ぶとパーティーメンバーの入れ替えができます。ただし PHS が使えるのはワールドマップとセーブポイントの上だけです。え、PHS があるんだったらさ、7番が落ちるときも PHS で連絡すればよかったのでは。 PHS を使えば連絡が取りやすくなるわね。じゃあな、俺たちは行くぜ。なんか PHS ってとこに時代を感じますね。なんか最初 PHS だったでしょ。ポケメル PHS 携帯スマホ。今も PHS あるか。なんか一時期、なんだっけ、ウィルコムっていう PHS 流行ったよね。カームの街もちょっといろいろ見たいんだよな。あ、聞いてくれよ。たった今、黒マントの男が東の草原に向かって歩いて行ったんだ。物騒な刀なんか持ち歩いてさ、なんかおっかないやつだったよ。え、それ、セフィロスでは。ん？あんた旅行者だね。世界を旅するときに知っておくと役立つことがあるのだけれど、教えてほしいかい？お金取るのかな？それじゃあ、ワールドマップでのコントローラー操作について説明してあげるとしよう。視点の切り替えについて、コントローラーのホーム。ホームはこれキーボードのホームだね。2種類。ページアップやページダウンを教えてやれば、視点を左右に回してやることができるんだ。ボタン操作、乗り物に乗り物から降りる。ダッシュができない。降りると逃げちゃう。わかった。もういいです。はい、ちょっとワールドマップの操作、ワールドマップに出た後にちょっと調べてみようか。シンラカンパニーが魔法エネルギーを実用化してくれたおかげで、わしらの生活も便利になったもんじゃ。でもいいことばっかりじゃないんだよ。魔法エネルギーのおかげで生活がいろいろと便利になったわ。シンラ様様よね。あなたもそう思うでしょ。そんなことはない。でも魔法エネルギーのない生活なんて私は考えられないわね。
代替エネルギーを探した方がいいよ。マコエネルギー取ってる土地は死んでくんだよ。こんにちは。マコエネルギーのおかげでいろいろと便利になったけど、でもその代わりに動物や植物がどんどん減っているような気がするわ。私は昔の方が良かったんじゃないかと思うの。ね、そうよね。そうかもしれない。そうでしょう。そう思うよ。そう思うわよね。私は動物と遊べた頃の方が良かったと思うわ。動物と遊べないってこと？もう動物はモンスターに駆逐されてそうだよね。人間はまだ知恵があるから、なんか武器とかいろいろ使ってモンスターに対抗できるけど。お前たちミッドガルから来たんじゃと？私も以前ミッドガルに住んでいたんじゃが、近頃はあそこもいろいろあるようじゃな。まあ、いろいろあるよ。なんであそこに入ってたんだろう。あ、エーテル。へ、こんな風に入ってることあるんだ。鍵がかかっていて開かない。いろいろ調べてみよう。こんにちは。怪しい黒マントの男はこの町にいたんだ。物騒な刀なんか持ち歩いてさ。それ絶対さ、セフィロスだよね。これ宝箱。ピースメーカー。ピースメーカーって銃じゃない？装備。あ、バレてない。高烈からでも通常の威力。誰でも持てんのかな。誰でも持てるわけではないんだ。エアリスがまだ初期武器だったかな。ちょっとね、通常攻撃弱いよね、エアリス。お兄ちゃん子供っぽくって私恥ずかしい。こんにちは。僕大きくなったら真のソルジャーになるんだ。そのために今から猛訓練してるんだ。ソルジャーもね、いいもんじゃないよ。おりゃーおりゃおりゃーいいことばかりじゃないんだよ。辛いこともあるよ。お、カードアップ。もっといろいろ調べればよかった。今までも取り逃したアイテム結構あるのかな。マコールのある場所の土地はどんどん痩せていってしまうという話だ。この町みたいにマコエネルギーは供給してもらうだけっていうのが一番いい方法なのさ。プレジデントシンラが殺されたそうだな。それに息子のルーファース新社長も大怪我したっていうじゃないか。誰がやったんだろうね。どうだ、初耳だろ。お、事情通。ふふふ、ここだけの話だが、シンラ親子を襲ったのはアバラなんとかっていう組織だって話だぜ。空中に浮かぶ都市と言われるミッドガル、一度この目で見てみたいものだわ。すぐ近くにあるじゃん。行けば見れない？モンスターってのは、シンラが作ったって噂があるが、本当かね？その通り。どっちにしたってマコールの世話になってる限りシンラには逆らえないんだけどね。でもマコールのない生活を考えるっていうのもいいんじゃないかな。アイテム、アイテム。今日まで元気だ、ご飯がうまいと平和じゃの。すべては世もこともなしと平和じゃの。すべてで、ちょっとなんか今読み間違えた気がするけど、まあいいや。引き出しがないとアイテムないのかな。下側は何もないね。ここは何？僕のお父さん炭鉱夫なんだけど、ミスリルの鉱山にモンスターが出てきて仕事がなくなっちゃったんだ。今じゃこの奥の酒場でお酒ばっかり飲んで酔っ払っているよ。ここは酒場なんだね。
ミッドガルではアバランチという反神羅組織が活動していたらしいが、ついに神羅のソルジャーによって全滅させられたそうだな。そんなことないよ、ここにいるよ。俺はよう、この町の南にある鉱山ミスリルマインで働いていたんだ。しかしよう、その鉱山にモンスターがわんさか出るようになってしまっちまってな。おかげで商売上がったり、ここで日がない一日飲んだくれてるのさ。ミッドガルじゃテロリストがマコールを爆破したらしいぜ。最近物騒なことが多いよな。やだやだ、怖いね、テロリスト。厨房に入ってこないでおくれ。ごめんなさい。もうそれだけかな。ウィーンヒック、俺は酔ってるぞ。あと上だけかな。なんか街のデザインも凝ってていいね。ここはアイテム屋だよ。なんか売るものあるかな。チタンバングルいらない？一応持っとこうか。今みんなミスリルつけてんだっけ？外れてんのかな？パーティーにいない人の装備。まあ、いっか、とりあえずこれで。ここは何屋さん？武器屋さん？あ、なんか綺麗。なんだろう。なんか光ってるよ。ここはマテリア屋だよ。毒、盗む、見破る、治療。え？治療、あれ？ケアルなんだっけ？回復か。治療買っとこうかな。大地。治療。治療買って、大地はなんかさっきセフィロスのとこで見たけど、なんかクエックとかそんなんだったから、見破るとかいらない気がする。待って、見破るこれ196でしょ？まあ、売らなくてもいいか、別にお金に困ってないし。アビリティリストも見破るしかないし。治療、ポイゾナ。ああ、毒になった人を。回復するのね。なんか、やっぱり見破るいらない気がしてきた。まあ、一応持っとくか。いっぱいになったら売ろう。ここは武器屋だよ。ミスリルセイバー、あれ、弱い。キャノンボール。ミスリルクロウ。フルメタルロッド。これいるな。で、エアリスにつけよう。それでいいかな、とりあえず。わ。全体化。あ、全体化あるじゃん。治療。外してここに治療つけよう。よし。これで全部かな。一応この町の入れるとこには入った気がする。よし、じゃあワールドマップに出て操作がどうとか言ってたのも試してみようか。ホームボタン、ホームボタンホームボタンどれだろう。これで回転ね、なるほど。ホームボタンどれ？え？あ、押し込みね。この、なんていうんだっけ、スティック押し込みね。オッケーオッケー。じゃ、ちょっとセーブします。